さ、いよいよヒグマさんが仲良しレベルもう少しでマックスになりそうですね。というわけで集中してここに行きましょう。よし、もう2人もいるとなんか面白いな。だって私がいるんだもん。ああ、まだか。当然だよね。もう一回か。意外と会ってなかったね。え、まだ嘘だ。これでもういいでしょう。さすがにもう、だって私がいるんだもん。え、これ上がってんのか。ちょっとマジでこれいい加減か。もうちょっと歯応えが欲しかったな。どういうこと。え、これもうこれいいじゃん。これマックスになってるよ。え、違うな、これどういうこと。最強。え、それが上がるんじゃねえだ。ちょっと待って、本当にお願いだ。うっそでしょ、ね、なんで。え、どういうことこれ。え、レベル5ってなんか特殊な方法があるな、もっと。だって私がいるんだもん。いや、それだったら、あ、やったー、ついにレベルアップした。うわ、っていうか最後すぐに、最後なんであんなに大変になったんだろう。いい、そういう仕様なのか。よっしゃー、これでどうなるんだっけ。ちょっと待って、俺これ初めてなんですよね。エクス、あ、そっか、ミラクル5にしないといけないのか。とりあえず、いやー、やっとだ。うわ、最後は本当にじらすっていうか、もう本当に粘りやがったな、この野郎。めちゃくちゃスタミナ使ったわ。で、これで、ほら来た。いやー、これ貯めるのも大変だったし。まあ、とりあえずいいでしょ。これでミラクル最強じゃねえのか。これで、エクストラステージをクリアすると、もっとミラクルが強くなるっていう噂だけど、ちょっとその前に、これ、解放しよう。野生解放しよう。よし、これで、念願の野生解放レベル5になりました。まあ、ちょっともったいない気もするけどね。虹。まあ、いいでしょ。それを死んだら、ちょっとね、2倍になんねえから。で、プラス、これを、はい、レベル90にします。やる。さあ、念願のレベルマックスのフレンズ完成しました。 がここでこの失神玉って読むのか、こいつを使おうかなっていうふうに思います。もうヒグマ最強なんで、もう使います。さらに最強にさせたいと思います。はい、というわけで、はい、上限解放、よっしゃー。これ多分だけど、あと2回使えるんですよね。レベル99が多分本当の上限なんでしょうね、限界なんでしょうね。で、とりあえず多分ね、これ虹ジャパマン多分足りねえと思う。92か。92か。いや、まあ、惜しんじゃいけねえや。まあ、いいでしょう。で、やった。で、さらに、失神玉をここで、もったいぶらずに、使います。上限解放します。これをあと1回やるんだね。だけど、ジャパマンが足りません。まあ、仕方ないでしょう。もうこれ使います。まあ、無理か、大成功しねえか。そんな甘いゲームじゃねえよな。よーし、これでもうね、99のせいは実質最強でしょう。さあ、というわけで、うわ、すげえな、5万8000って。一番強い、昔、2番目に強い、スナネコと一番違いじゃねえか、ケモステータス。すげえな、これ。よし、さあ、ということで、いよいよ、エクストラバトル、行きましょうかね。あ、レベル40なんだ。じゃあ、そんな難しくなさそうですね。はい、じゃあ行きましょう。まあ、多分余裕だと思うけどな、一応ね。まあ、うん。スナネコを入れるか、まあ、もう、いいでしょう。やっちゃうよ。僕はあんまり編成ね、まだ編成のテクニックが良くないみたいだけどね。いろいろ待機スキルの相性のいい、なんかフレンズ同士と入れたいっていうわけなんですけど、ね。あ、ちょっと待って、これ。あ、コーラスキーないわ。うわ、コーラスキーないっすね。じゃあもう、これでいいじゃん。ヒグマだけで。どのキャラでもよかったわ、ここに関しては。そうだね。はい。やっぱ全体攻撃がね、ほんと優秀ですね。ずっと、あ、来た来た来た。もう全体攻撃がずっと半端ないんですよ。全体攻撃で1万出すフレンズなんて多分この子だけでしょ、多分。ねえ。ヒグマさんやっぱ最強っすね。俺なんかよろしくねえな、映えねえな。うわっしゃ。はい。で、これで、どう、あともう一個ある。はい、じゃあ最後に、多分そんな難しくないでしょう。いいと思うよ。ボスが出なかったな。本当にこんなんでいいだ、エクストラ。そうですかい。全然難しくなかったわ。まあいいってことなんでしょう。ヒグマ連打でしたわ。よし、でこれで、はい、来た、獣ミラクルプラス。ちょっと見ましょうかね。はい、ほら来た。このビートのところにね、プラスがついてて、さらにね、威力が上がるみたいです。詳しくはわかりませんけどね。いや、これで実質、まあ、あともうちょっとレベル上げて、実質最強のね、
ヒグマになるっていう風になると思います。まあとりあえずあとはそっかフォトもあったりもするのかで、いろいろとね、なんかあ、これなんだ、ケモキュー、あー余ったやつは交換できるんだ、うーん了解です。まあもう細かいところはあとはなんかなんだ全体的に影響のあるなんか強化系ですかね。そのためにはなんかフレンズとかなんか他のフレンズのケモキューをねなんか上げたりとかしないとダメですけど、おい みりんどうした、ちょっと今ねミキとみりん解放してるんですよ。もしかしてよっしゃ、なでなでタイムだ。いいよ、いつでもかかってきな。失礼します。最強をなでなでした気分はどう？気持ちいいでしょう。気持ちいい。